大府市。大府市は愛知県西部、北半島の北端に位置する市。北半島の市町では、阿久一町と共に海に面していない。市南部には健康、医療、福祉、介護関連の機関が集中するウェルネス例を要する。自動車産業が盛んな工業都市。給料部では、愛知用水を利用した、近郊農業が行われる。 地域の大部分は、新第三期先進予に形成された、なだらかな丘陵である。また、市の東部を境川が、市のほぼ中央部を倉流瀬川が流れ、小規模な中石平野を形成している。地域の丘陵部は、戦後愛知用水が開通によりその大部分が、急激に園芸用地や住宅地へと変貌を遂げたが、市北部の丘陵部などには広大な森林も、残されている。 また、佐な山雇用紙群に含まれる、古代から中世にかけてのおよそ百の雇用紙がある。地域の中世平野の大部分は、江戸時代に行われた衣が、裏の干拓によるものである。現在地域は海に面していないが、かつては、中世平野と丘陵部の田元まで遠浅の海が入り組んでいたと考えられ、大伏市が北地域に分類されるのもこのためである。 1959年の伊勢湾台風や2000年の東海豪雨の際には、こうした中石地の大部分は冠水し、その被害は甚大であった。なお、市内の北崎町内には、金崎、茅ヶ崎という地名が残っているが、これは当時の金崎付近が衣が裏に面した岬であり、辺り一面には茅賀谷が生い茂っていたことに由来する。かつて近崎は、亀崎、原半田市内、 人々が、先、現地多郡南地多町内と並んで、民崎と称された。現在、中石平野部の大部分は水田用地で、一部は工業用地や住宅地としても開発が進んでいる。地域は、北部が名古屋市に、東部が三河地方に接し、南部が北半島に臨み、古くから交通の要衝として発展してきた。現在では、 国道155号366号、県道57号などの主要道が市内を横断し、北部には伊勢湾岸自動車道、国道23号が東西に走り、西部には北半島道路が南北に走っている。倉永瀬川に沿って JR 東海道本線が走り、大府駅からは竹戸予線を分岐する。市の玄関口である大府駅東側は、 1969年から区画整理を進めて、駅前ロータリーや道路を整備し、大型商業施設、オスカヤ1991年に90店あった、大府中央通商店街などが買い物客で賑わっていが、マイカー社会の進展で、郊外型商業施設の立地が進んで、客足が減少し、衰退した。市街地は、大府駅と京和駅を中心に発展している。 給料部には、ため池が多く、近年は、公園としての整備も進んでいる。なお、ここでは、上池と下池を合わせて表記する。2015年度国勢調査によれば、総人口は89,157人であった。昼間人口89,828人で、昼夜間人口比率は100.8%となっている。 現在の地域の大部分は、かつて衣が、浦と呼ばれた遠浅の海の一部であり、魚介類が豊富であったことなどから、戦死時代より、人々が集中していた。地域最古の遺跡とされるのが、旧石器時代の共栄遺跡、共栄町であり、石族などの打製石器や白片石器が出土している。縄文時代になると、衣が、浦沿岸の丘陵部には、桟敷海塚、 朝サ町をはじめとする多くの貝塚が作られた。弥生時代以降の遺跡としては、小安神社遺跡、京和町が最も規模が大きく、弥生時や、弾きなどが出土した。古墳時代になるとこの地方にも、大和政権の支配が、及び、尾張国像の支配域である、尾張国の一部となり、衣が裏を挟んで隣国の三河国と接した。さらに8世紀以降は、 地下軍に編入された。当時の遺跡としては、高山古墳、中央町が確認されているが、古墳の規模などの詳細は不明である。飛鳥時代から、奈良時代の遺跡としては、創作遺跡、横根町がある。この遺跡からは、多数の聖塩土器が出土し、聖塩が行われていたと推測される。また二十九年、天平元年には、行器が円通寺。 京和町を創建したと伝えられる。平安時代になると、地域には、尾張国画寮や厚田社の荘園が存在した。また、養業生産も盛んであったようで、地域にある羽山古用軍、横根町をはじめとする古代から中世にかけてのおよそ、百の釜市軍は、砂毛山古用市軍に含まれる。の特に、吉田第一号用、吉田第二号用。 共に、吉賀町で生産された瓦が、が、羽城公の宮殿に用いられたことが分かっている。その他市内には、814年、公認5年に、工房大使が、三河国から衣が裏を渡って、尾張国に上陸した際に宿泊したと伝えられる、おしも井戸、朝市町という場所がある。鎌倉時代になると、尾張の国にも、幕府の支配が及び、小野市、中城市、 名古屋市などの北条市一門が守護に任じられて、各省園にも地頭も設置された。現在の長草天神社、長草町付近には、この地の地頭、藤田民部の町僧城があった。なお、市外の足沢の井、吉田町は、1185年、元略二年団の裏の戦いで敗れた、平家の武将、平影清が居住した地と伝えられている。 室町時代になると、千田軍は三河国守護一式市の支配下に入った。そして15世紀後半に水野忠守が小川城を築城すると、地域は水野市の支配下に入った。1467年、応仁元年に応仁の乱が起こると、終わりし五代であった織田信長が守護の柴氏を退けて、実権を握り、 水野氏との衝突が起こったが、後に両者は和睦し、北半島北部は水野氏の支配下に留まった。なお延命時、大東町には水野氏に関連する書類等が保管されている。また永六年間には、駿河の今川義元の勢力が、尾張国にも及び、1558年、永六元年から1561年、永六四年にかけて、 織田信長と今川義元、そして水野信元と松平元康、後の徳川家康が市内を流れる石が瀬川を挟んで衝突した石が瀬川の戦い。そして1560年、A63 年に桶狭間の戦いで今川義元が敗れると織田、水野氏は松平元康と和睦し、終わり国は統一された。なお、当時地域には、 追いわけ城や横根城が築城され、現在は首塚などが残っている。また、中央の九毛七つ太夫が、応仁の乱の戦火を避けて、大浸水、桃山町付近に移住し、村を大部と名付けたとされ、現在の氏名の由来とも伝えられている。その他、室町時代の遺跡としては、基地下波入道によって1397年。 大衛四年築城された吉川城市、吉川町や15世紀末に築城された丸根城市、京栄町があるが、遺構などは残されていない。江戸時代、地域は、尾張藩の支配に属した。1608年、慶長13年には幕府による、全国的な建地が実施され、地域では半月村、横根村、吉川村の建地町が現存している。またこの頃になると、 衣が、裏は、境川や藍島川の堆積によって埋め立てられ、新田開発の一環として、大規模な干拓が行われた。また両河川が、天井側になり、排水が困難になったことから、新たに御河村側が改作された。こうして、衣が、裏は大幅に縮小され、現在とほぼ等しい河川の流路が形成された。また、丘陵部でも溜池が、盛んに建設された。 1782年、天明2年に、鳴海神や、県名古屋市緑区が設置されると、地域の農民はこの配下に入り、農民は年貢などを収めた。特に、東海道の鳴海塾に近接した村は、スケゴ役なども課された。当時から地域では、人の往来が盛んであり、東浦街道などの街道も整備され、道しるべの石柱なども現存している。また、 隣の刈谷藩とも交流があった。明治維新後、尾張藩は名古屋藩になり、鳴海陣屋は廃止された。さらに明治4年の廃藩地県によって、名古屋藩から名古屋県となり、千田郡はここに編入された。しかし、三河の10県が統一して、ぬかた県になると、千田郡はそちらに繰り入れられた。明治5年に、両県は合併し、愛知県となった。 明治22年以降、市域の諸村が合併して、大府村となった。初代村長には、鈴置前平が就任した。明治19年には、竹戸予選が開通し、翌年には、大府駅が営業を開始した。さらに翌年には、東海道本線が開通し、大府は、東海道本線と竹戸予選の分岐点として、交通の要衝となった。 大正4年には調整を施行して、王府町となった。初代町長には、深谷孝太郎が就任した。第二次世界大戦期には、現在の豊田自動食器庁草工場付近に、三菱航空機地田工場があり、陸軍の四式銃爆撃機、飛竜を生産した。その工場の北西には出荷用の飛行場が建設され、国鉄王府駅との間には、 専用鉄道が付設されていた。三菱は当時の大府町と隣接の上の町にまたがる丘陵地帯におよそ570万坪の土地を取得した。地下丘陵地の山を削り谷を埋める30ヶ月にわたる大工事の末、1944年4月に長さ1300メートルの滑走路に総組立工場と整備工場が付属した三菱航空機地下工場が冠した。 さらに、1944年12月より、上野町大技、富木島に、航空本部の飛行場拡張工事が実施され、近隣集落から多くの勤労奉仕者が出た。地域は大きな空襲を免れて、終戦を迎えた。その後大福飛行場の一部は、農業開拓者の農場に転換され、残り6万坪も、旧大府町の圧線により、 1952年2月、トヨタ自動食器製作所が買い受けた。戦後愛知用水が開作されると、地域の給料部では、園芸が盛んになり、名古屋市に生鮮野菜を供給する、近郊農業の一大拠点へと変貌した。さらに、工業の面でもトヨタ自動食器や、住友重機械工業をはじめとする大企業や、中小企業の誘致が推進され、 高度経済成長期を経て、中京工業地帯の一翼を担う工業都市へと成長を遂げた。その一方で、宅地造成も積極的に推進され、昭和45年に市政施行した。また、昭和49年施行の第一次総合計画により、健康都市が市の都市目標として定められ、さらに昭和61年に健康都市宣言をし、 平成18年には健康都市連合に加盟した。現在は東浦町と共同でウェルネスバレー構想を掲げ、医療サービスやスポーツなど健康関連処分やの充実化を推している。2008年、平成20年10月1日にはレジ袋の有料化を実施した。現在、大府市と東浦町を管轄とする新たな警察署の誘致に向け、 愛知県に陳情がなされている。1971年9月1日に制定された市民憲章は以下の通りである。私たち大府市民は限りない市の発展に願いを込めて市民憲章を定めます。各公民館は図書室を備えており、大府市中央図書館への図書の返却が可能。その他、ホールや会議室などを備える。 2005年に開催された愛知万博で、愛知県内の市町村、名古屋市を除く、が120の万博公式参加国を、それぞれ、一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。姉妹都市であるオーストラリアポートフィリップ市との交流事業、作品の交換、生徒の総合派遣や、日系ブラジル人との交流のためのポルトガル語の授業、 小学校など国際色豊かな学校運営を行っている。古来より地域では稲作が行われており、給料部には農業用のため池が数多く現存する。戦前まで盛んだった桃などの栽培は戦中の食糧難で強制的に伐採されて芋畑などになった。また戦後愛知用水が開作されると丘陵部は 名古屋市などに生鮮野菜を供給する典型的な均衡農業地帯になり、落農も行われるようになった。市内には、大府製果卸売市場のほか、ブドウを、はじめ一号や新高梨の直売所が数多く存在する。市では、自動車製造業をはじめ機械、化学、繊維、食品など多様な工業が行われ、多くの中小企業が集積する。 工業団地も広く整備されている。平成23年度現在、市の製造品出荷額は7219億4948万円であり、そのうちの63.1%は輸送用機械、器具製造業が占める。大府駅、京和駅付近の両地域が市内の中心となっている。大府市は1987年、昭和62年に、 健康づくり都市宣言をし、さらに2006年、平成18年には健康都市連合に加盟し、健康都市づくりを推進している。皿東浦町と共同で、ウェルネスバレー構想を提唱し、今後は愛知健康の森公園付近に、医療関連の企業などの誘致、インフラの整備などが推進される。2013年6月11日に開催された、 バイオマス活用推進会議において、大府市は中部地区で唯一のバイオマス産業都市の第一次選定地域に決定された。市の構想では、メタン発行ガス化発電では、中部地区最大級となる発電施設を市内に建設し、バイオマス資源とエネルギーを地産地消する都市均衡型バイオマス新エネルギー利活用ネットワークの 地下半島地域における拠点を構築していくとしている。大府市では、地下半島で唯一、小中学校に給食室を設置している。給食室では調理員が朝から少数で、全校生徒分の給食を作っている。なお、混立は小学校及び中学校で、それぞれ統一されている。市内に、愛知県立大府特別支援学校、特別支援学校を要しており、 特別支援学校生徒との交流が、生徒会、児童会レベルで継続されている。また、各小中学校には障害者を少数だが、受け入れる教室を持っている。大府市は、オワ学区に属するが、調整特例により、市内の中学生は、三河学区である、刈谷市及び、地獣市の公立高等学校普通科に進学できる。市の中心となる駅、大府駅、市西部には、 東海市にある名鉄高和線南鍵谷駅まで徒歩で行ける場所も存在する。上記のほか、名古屋市 A バスの高速1号系統と緑、巡回系統が国道23号を通過している。名古屋市との境界付近にある有松町口6け停留所の開転場が市域にあり、同停留所の一部の乗り場は市内に立地する。なお、かつては名鉄バスも往復駅前から、 地竜駅、有松駅、前後駅などへ向かっていた。伊勢湾岸自動車道地と半島道路その他、名古屋高速三号、大高線が市域を通過する。山の神稲荷大府市の指定文化財については、大府市指定文化財一覧を参照。スケヤマアジャが二人の行者と千八百九年、文化六年に開いたもので、福岡県の笹栗四国や香川県の小戸島八十八 箇所とともに三大新四国令状の一つとされる。詳細は歴史史の項を参照。大府市では戦前より地域スポーツが盛んに行われてきた。現在も市民参加型のスポーツチームが数多くあるほか、市が毎年主催する大府市で健康マラソン大会には市内外から多くの選手が参加る。平成22年には文部科学省が 全国的に展開を進めている総合型地域、スポーツクラブとしてオブ、エニスポが設立された。また多くの著名なスポーツ選手も数多く、輩出しており、市に、ゆかりのあるオリンピック金メダリストも多い。市では、音楽活動が盛んであり、市内の9つの公民館をはじめ、大市勤労文化会館、大伏文化交流の森、石が世界館などが、市民の活動の拠点となっている。 市役所の1階ロビーでは定期的に市主催のロビーコンサートが開催される。市内に美術館はないが市内の文化施設では市民の芸術作品の展示が行われる。また、大府市役所の地下ロビーをはじめ市内の公共施設には絵画や彫刻が数多く展示されており市民は優れた芸術作品に親しむことができる。 また市民参加型の行事として、大府市民美術展や筒つ子つ祭り、親と子の写生大会が開催される。劇団シアターガッツは、大府市を拠点に活動している。大府市の公用車はすべて、名古屋ナンバーである。また、原動機付自転車、第一種、西オツ、西港及びミニカー、小型特殊自動車については、2012年10月1日より、 おぶちゃんナンバープレートが交付されている。衆議院小選挙区において、北半島重視庁で、大府市のみ、愛知県第7区に属する。大府市の郵便番号は47、474から00である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。